マクミランエステートサファケーションピットにてプライベートベータで新キラーのレジオン君を使っていこうと思います。レジオン君？レギオン君？レギオンの方が馴染み深いけれども、まあ、間ぐらいの発音なんでしょうね。レジオンみたいな。そんなことはどうでもよくですね、ちょっとこのキラーめっちゃ最初めちゃくちゃ弱いと思ってたんですけど、楽しいということには気づいてきました。ただむちゃくちゃしんどいです。ちょっと待ってね。そうくる？やっぱそうくるよね。これきついな。よし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 。まあ、これ割りましょう。板周りの攻防がきついな。そして、そこも倒してほしいので、倒しちゃってくれ。この固有の、よいしょ。あ、当たった当たった。ラッキーラッキーラッキー。まあ、本来は、一発目は深手を負わせたいところなんですけれども、今のはちょっとね、なんかやってんな。おるね。オッケー、よいしょ、深手を負わせる。そしてこれで2回目で追いついて解除して、んでよし追う。これでもっぱつ切りたいが、次の強ポジに、次の板に間に合ってしまうよな。まあ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 、いや、この板は無理や。ちょっと割りましょう。あ、割る方向間違えた。かな。まあまあ、どっちもどっちかな。固有に逃げられてもめんどくさいし。追いかけましょう。ん？どっちや？これ、右やったかな。ちょ、これね、早すぎ、早、結構早いよ。おーし。よっ。あ、これ間に合わんか。今の視線切り間に合わないのきついな、やっぱり。普通の徒歩多い、やっぱ足遅いのきついね。今の、通常のキラーの足の速さなら間に合ってたやろな。つらい。んで、おおおお、倒さないでいてくれる。やっと、一釣り目。いやー、きついですね。でもこれ、地下いける？地下ある？あるね、よし。はぁ、まあ、一人目地下は、嬉しいな。それでもルインも2人だけとはいえなんとか生きてるし、この人がルイン対象じゃない人ならいいな。そしてですね、この周りの発電機見ましょうか。ここやってない。そこはやってない。うん、 OK。 でいないな。ちょっと戻りましょうか。来てるかな。来てる。これはちょっとこっち行くふりしての来てる。しかも怪我の状態でよく来たね君。これはちょっと普通に追いましょう。なあ、でもな、まあでも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 ちょっとこれは普通に追いましょう。しょ、 OK、 終わります。治るねー。で、ちょっと追いましょうか。ここは、見て、当たってもうた。エンティティ召喚、いいね。よし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 、半分切りました。で、来てる。で、これはちょっと、ドゥン。オッケー。よし、で、これで、もう一人救助来てる。オッケー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 。これが強い。よいしょ、オッケー。ね、よしよしよし。これで2人負荷で負わせたので救助には行けない状態。あと1人も来てなさそうではあるが、よし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 。これね、ちょっと待ってね。こうやってチェイスに入らないようにしながら見守る。これで負荷でが減っていく減っていく。よし、どこ行った？待て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 、もうちょっと減らしたい。もうちょっと減らしたら、よいしょ。で、ちょっと待って、あれあれやってしまいたいな。もう救助来てないし、あ、今なんか救助来てたように見えてしまった。あー、失敗したな。来てなかったんであれば、今の狂気を使ってクエンティンを狂気状態で殴ればゲージがゼロになって倒れてましたね。という感じで、なんだろうな、こういうチェイスしてない状態で
ゲージを減らした上でもう一回狂気できるっていう、これをやってきたかったんけど、ちょっと失敗しましたね。まあでも残り発電機3個で終わった。一人行ってくれたのはこれでかいですね。こっからはいいペースなのでちょっと追いますね。でこれはここはよいしょ、一発追わせて、でよし、これは追いついた状態で解除して、んで追います。この辺だいぶいた、倒してもらったから。あでもそっちはあるか、まだんあるね。あかんかったか。あれ当たんの今の、マジで避けたつもりやったのに。よいしょ、おラッキー、これはラッキー、オッケー。よし、これでだいぶ固有建築周りの板が消費されてきているので、釣りますね、うん、なので、固有建築周りに追い込んで追いたいところですね。でこの人がいると、どうしようかな。ちょっと救助に来た人を一人狂気できれば、もう一人来てるかどうかが分かるかどうかっていうの、これが強いですね、まずね、うん、これはバッチリ使っていきたい。で深手をばらまいていきたい。それすることによりさらに遅延もできるし、救助に行けない人を増やせる。おった、来てたね。まあそりゃ救助せざるを得ないもんな。よし、この人を追います。でこの人まず深で追わせたい。欲しいね、置いたないもんね、もうね。よっ、一発切って信用しない。 OK、 来てない。もう一人どこ、どこ下で今信用、あっこが、おし、二人とも救助来てないっていうのが分かる、これがでかいね。よし、じゃああの人深で追ってしばらく動けないので、クエンティンの方を、どこだ、クエンティンの方、あ救助行ったか、行ってない、 OK。 よし、クエンティン追います。これは深で追わせるぞ。よいしょ、OK、 倒さない。よし、これは間に合うぞ。よいしょ、でからの、こういう建築周りはだいぶ板倒れてるが、ちょっと殴ってもうだな、殴らなくてもよかったかもしれないのは。ほいで追っかける、ん、待って、よし、シスの状態じゃなくしてからの、どこ行った、クエンティ、ほら足跡やんね、ん？動いた？あれ？あかん。あ、でも一人倒れてくれた。よし。オッケー、いいね。おお、おったおった、そこにおったんか。あれ？でもこれクエンティンじゃない方やんな。あれ？クエンティンどこ行ったんやろ？前は。これは、なるほど。こっから。よし。これで、よいしょ。深で追わせて、おし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 、場所がバレている。そういう深で、んでこれは普通に追っかけて追いついたところで解除して、おいし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 、その動きはおいしい、その動きはうまい。よし、いけるぞ。よいしょ、よし、あーいい感じ。なのでこれはちょっと全滅狙いたいですね。ちょっと探すか、これ探す手がかりが何もないのがちょっと辛いとこですけど、というわけでちょっとなんか焦りながらぼちゃぼちゃ言ってたからよく分かんなかったかもしれないんですけれども、一発深手を追わせた後追いかけて、なんだろう、ポジション的にこの足の遅いキラーでも追えそうな場所、板はもう倒れてるとかね、うん、あんまり板が残ってないとか追えそうな場所の時は手動で解除してスタンを食らった後、普通に追いかけて切ってダウン取ると。で追いかけた先が板回りだった場合はもうそのまんま狂気状態で切って深手ゲージを減らすと。
で、その後は一旦チェイス状態を解除して、ちょっとゲージを減らして、んで、あのゲージがある程度、あと狂気殴り一発までゲージが減ったかなっていう時に、もう一回狂気できる、もしくはまあ最後までっていう感じで、ちょっと待って索敵がなんか思っていることを喋りながら索敵してたら全然見えてないけれどもまあそんな感じかなという感じですね。あとはまあ結構ねやっぱこのキラーもね足遅いんでねキャンプ気味にはなっちゃうんですけど、キャンプ気味に来て救助してる人を一人見つけたらその人狂気で切ればもう一人救助に来てるかどうかが分かるっていうね、それがむちゃくちゃでかいので、なんだかんだでやっぱこいつもキャンプが強い鬼だなという感じがしました。はい、さて、おった。でこれでマシンってやって、もう一人あっちにおる。なるほど、オッケー、ちょっとこれは追いますね。間に合わんかった、間に合いたかったな。こうやってるうちにもうクエンティンはだいぶどっか行ってしまうからね。さて、はい、でちょっとゲージがある程度回復したらもういけるかな。よいしょ、一発負荷で終わして、ま、これは追いついた状態で解除して、あーでもそこ行かれるよね。まあ、そこそんなに強い窓じゃないので、ね、今回よし、でんで切れるが、ここからまたクエンティンを探す旅ですねさあ探すか、しんどいなほんまに。いやーちょっと待って、もうしんどいわ、ちょっと待ってするわ。うん、まあ言いたかったこともある程度言えたしね、試合がクッソ長くなるので。うん、であと何かな。まあ、固まってるサバイバーを見つけてどんどん負荷で追わせていって重傷を追わせて、まあ、タナトが僕ちょっと今キャラが育ってなくてないんですけれども、ちょっと待って自力やめて負荷でをばらまくっていうのもいいんですけれどもね、結構ね、サバイバーが拡散して逃げられると、あれどこ行ったマジで、負荷でばらまきがなかなか難しいんですよね。待って、マジでどこあれつらいつらいよ。うわ治ったし、ちょっと待って、もうこっちネアの方ほっとくか。あっちちゃんと発電してんな。でもこれでハッチが出ちゃったもんね。ではこの残り2人になっても索敵戦がむちゃくちゃしんどいですねそんで考えることもめっちゃ多いんですよね。さっきこうだったらこうこうだったらこうって言ってたけれども、それってねマップの強ポジとかあの板の状況の把握とか全てちゃんとできた上でどういう立ち回りするかっていうのをしなあかんから、むちゃくちゃしんどいなと。よし、ナースコールが映りましたので、あー、ん、 OK、 あーちょっと待って、一発蹴らして、素早いったね、そういや君は。よいしょ、でドクンドクしない、もう一人はドクンドクして、待って、どこ行った、あれ、あかん狂気中ちょっとスクラッチ見えなくなるから、あかん、真剣に追ってないと見失うな。あくそちょっと待ってくれ、おいったー、おっ、あれ、うん、そう、競技状態結構このくるくる旋回がねきついんですよね。よいしょ、 OK、 カデを合わせて、いないな、おっと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 、 OK、 もう一人を探す、このぐらいね、頼みましょう、うぃー、よし、んで、まあ、この人はハッチを見つけたからこの辺におるんやな。これでフカデのクエンティンまだ逃げてるな。今フカデの治療に入ったが、これフカデがなー、ナースコール移ればなー
なんかでナースコール映らないんですよね。もうこれ頑張って探すしかないんですよね、声を頼りに。アイアンウィルつけられてると本当どうしようもないなね。リンちゃん対策にアイアンウィルつけてるサバイバー多かったので、まあ深手対策にもなるから今後アイアンウィルもっと増えるかもなって感じですね。んでちょっともう一回探す旅かしんどいよな。おもろいけどこの最後が、戻ってみまーす。よいしょ。あ、おった。よし。これ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。あが、脳みそが溶けてきてる。もう一回。あー、ちょっと起こされた。もう起こさないで。もう。で、どこまで行く。よし、よっ、で、そこ越えていくよね。よっ、違うわ、よし、来てる。よし、ね、またグエンティンを探す旅か。これどうすんねん、エンドレスジャーニーやんけ。あ、おった。こっち行った。あれ、おった。よし、ちょっと待って。よし、行くぞ。よし、ここで、まぁ、ちょっと待って、んで、もう、最後やし、ちょっと深でラッシュするか。ね。ドゥン。はい、いけ。んで、この板を、よいしょ。で、板あるもんね。オッケー。で、この状態で、どこだ？チェイス状態が、よし、チェイス状態をここで切るのはちょっとしんどいかな。もうちょっと減らせば、あと一撃で、なんやけど、きついかな。まあ、でかしゃないな。もうちょっと近づいて2発切る、あと2発切る、直接切ってもいいんやけど、うらよいしょ普通に追っかけて切れたよね今の。まあいいや、もう一回ね。これで愚直に追う、もう一回狂気ういうらー疲れたー。はあ、もうこれネア失血死やな。多分あのハッチ前でネア待機してるやろうので、もうネア失血死してもらっての釣りにしましょうか。はあ、疲れたまあこんな感じの立ち回りで、まあ硬い PTB 2作ぐらいまでは安定してきました。最初もね普通に全逃げされまくってたんですけど、でもしんどいね。もうちょっと強化してほしいところやな。使ってて楽しくはなってきてんけど、一試合の消耗が激しすぎるんですよね。なのでまあもうちょっと強化してもらって、消耗しないようにね。なんやろ、クールタイムを短くするのか足を速くするのかなんか分からへんけど、もうちょっとなんか強化してほしいなとは思います。というところで、よし、レジオン組んでございました。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ疲れてる